ーティストが今のすべてをかける1分間、未来へのワンミニット。陶芸家古賀貴博、彼の代名詞ともなっているのが無数の鋲のような突起。その前衛的なスタイルはアディダスから作品のオファーを受けるほど。物にある力というものを可視化するっていうところの表現にスタッツっていうのが一番刺激的なフォルムだなと思って。派手なデザインばかりに注目が集まるが、古賀が影響を受けたのは千利休が提唱したわびさび。削ぎ落とされた美学を提唱されて、未だに日本人の美学としてあるっていうところに反わびさび。あえてわびさびに抗い、新たな価値観を作りたい。古賀貴博、今の彼が全てをかけるワンミニット。削ぎ落とす利休とは逆の存在感あふれる虹色の器で表現した反わびさび。古賀貴博の未来。焼き物は何千年と残るものなんで、現代を生きる自分にしかできないような作品を未来に残していきたいですね。その1分瞬間が未来を作る。西日本フィナンシャルホールディングス。